はい、えー、さらしなですお待たせしました今回は前回の「ライブでドラフト会議の」の引き続き、えー、激闘編やっていこうと思います、えー、まずはあ前回のライブ配信初の「さらしなライブ配信」に来ていただいたリスナーの皆様あっほにありがとうございました、えー、非常にたくさんのリスナーの皆様があ来ていただいたようです、えー、そしてその「ライブでドラフト会議」はいこちらのキャラクター選考会、えー、4人のリスナーの監督さん、えー、抽選で選ばせてもらいまして そののリスナーの皆様にドラフト会議をしてもらいましたそしたそてこの A チーム B チーム C チーム D チーム4チームでドラフト会議を行った結果このようなオーダーコメントをいただきましたそして今回もシャッフルチーム同様 A チームから D チームをトーナメント形式でまた今回も僕の勝手な考察でどのチームが勝ち進んでいくのかというのを考察してみようと思います。 はい、またあの結果に関してはかなり賛否両論あると思いますけどもリスナーの皆様から頂い,いた戦術とオーダーをもとに全く中立の立場で客観的に僕なりの考察で勝敗を進めていこうと思いますのでちょっと納得がいかない考察になりましてもどうかご容赦くださいませそしてこの動画の最後にお知らせを入れますので是非よかったら最後まで見ていってください では、まず A チーム、1228カズさんの A チームと B チーム、闇丸第二形態さん。この戦いを交差していこうと思います。はい、まずオーダーから。1228カズさんからいただいているオーダー。スタメンはまず、ポイントガード土屋、シューティングガード三井久し、スモールフォワードに松本、パワーフォワードに花形、センター河田兄。スタメンはこの布陣になってますが、ポイントガードに草も使っていく。そして、 三井久志のガス欠ツ星に板倉も入っていくというような形ですね。そして、えー、後半に関しては、川田兄がスモールフォワード。 後半は、スモールフォワードに川田兄を入れていって、パワーフォワードに花形、ウォーズミをセンター。コンセプトはもうあくまでもトータルバスケット。すべてのプレイヤーでバランスよく点を取っていくというような形。ディフェンスに関しましては、基本的にはゾーンで戦い、相手に強力なシューターがいる場合はボックスワンで突く。 ととというような戦い方、えー、というううよな方ことですそして板倉植草を使うことにより、えー、全体的なあガス欠を防ぎ、えー、トータルバスケットで戦うというようなあ戦法のようですそして B チームのやんまル第二形態さんなんですけどもポイントガードに牧シューティングガードに陣ここで絶対的な点取りパターンの法則海南の牧と陣が揃ってますそして、えー、スモールフォワードにルカは、えー、パワーフォワードに福田 でなんとドラフト8 0目でね、取られたとこセンターフォワードとして高野がスタメンで抜擢されるという、はい、こういうオーダーになってます。で、控えにキヨタ、清田、三清、そして池上、池上がここに置いてあるのは、相手のね、シューターの調子次第では、ピンポイントでジンと変えて、池上を投入していくというような形。ディフェンスは基本的にマンツーマン。 そして攻撃の仕方としては前半は牧と陣。点の取り方は牧と陣で点を取っていく。そして後半は福田、ルカワ、高野にボールを集める。ルカワ、福田、高野にもボールを集める。はい。えー、すごいところで勝負をしてくる。はい。そうですね。 まあ、ルカは福田はわかりますけども、高野にもボールを集めると書いてあります。えー、ということはここはね、川田兄弟高野が実現するという形になりますけど、まあ、こういった形で、えー、A チームと B チーム、1228カズさんと闇丸第二形態さんから、えー、オーダーと作戦のコメントをいただいております。えー、これをちょっと客観的に、えー、僕なりに考察していこうと思います。 まずは A チームはね、ゾーン、ディフェンス、そして闇丸第二形態さんはマンツーでつくということですが、こう見てやはり客観的に見て、えー、ポジション的に差が出るところといえばあ、ちょっと申し訳ないですけど、やはりこのセンター、インサイドですね。ディフェンスに弱い福田、そして、えー、高野。そこに対するのは花形と川田兄。 えー、ただ、カズさんはね、一方的にここから攻めるのではなく、えー、土屋がボールをさばいて、全体的な戦い方をしていきたいと、コメントがありました。そして、えー、そうですね、この A チームの特色として、 え、他のチームより優れてるところは、インサイドのシュートエリア花形、フェーダウェイだったり、ターにのね、シュートエリアの広さであったり、ちょっとね、広範囲で守れるインサイドプレイヤー、センターとパワーフォワードがいるというところですね。そして、カズさんによれば、後半はね、センターにウォーズミを持ってくるというところなので、スモールフォワードに川田兄を使ってくるというところです。川田対ルカは、川田兄のところで攻めていきたいというところですね。やはり、こうやって見ると、川田兄の存在は非常に大きいですね。 前半に関しても、この花形、川谷のところを福田、高野ではやはり相手にならないんじゃないのかなと思います。ディフェンスっていう面でね。もちろん福田は攻撃力もあるし、高野も商用のスタメンです。それなりにできると思いますが、やはり相手に花形と川谷ではちょっと格が違うような気がします。そしてこの控えがね、センターの三清。この三清がやはりちょっと川谷に相性はどうしても良くないと思います。普通のセンターだったら、ここはね、三清でもね、ワンポイントで出してす。 していったりまあ一時的にね、えー、三木を出しても全然いいと思うんですけども弟の三木をではあまりにも相性が良くないそういう面でねしょうしかし、えー、ディフェンス面で、えー、どうしてもインサイド陣がちょっとやはり頼りない A チーム上総のチームのね え、土屋のパスワークに、インサイド、花形、川田。そして、後半は、スモールフォワードに、川田を持ってきて、そこから攻める。そして、外からもね、三井。板倉もね、川なりには、綺麗なシュートフォーを持ってます。この辺がいる、カズさんのチームの方が、やはり、1枚、上手のような気がします。なので、ここは、 そうですね。20点差くらいついちゃうかもしれない。ちょっと厳しい結果にはなると思いますが、88対68で A チームカズさんの決勝進出という考察にしてみます。はい。続きましては1回戦第2試合、C チームのユッキーさんと D チームのカカロッツさんの試合に移っていこうと思います。まずは C チームのユッキーさんのスターティングメンバーからですね、ポイントガードに藤間、シューティングガードに南、スモールフォワードに沢北、パワーフォワードに花道、 で、センターに森重。 守備でバランスを取りたいときには、南に変えて、一の倉を投入するということです。そして、ファールアウトの危険性がある花道。そして、森重の枠には、高砂がパワーフォワード、センターとして控えるという形。伊藤のことには記されてませんでしたけど、なかなかこの、僕、メンツで伊藤を使う場面は少ないのかなと思います。ユッキーさんが気にしていたのは、藤間と南の人間関係のトラブルを気にしてましたけど、もう、そこ以外も、至る所に人間関係が怪しいところが多数あります。はい。 佐々木田花道、森茂これをね、でまあ、南、これをまとめる藤間あ、商用をまとめるより大変だと思います。なので、商用のときのようにね、伊藤ではこの南、沢北、花道、森重はちょっと使い切れない。なので、ちょっと伊藤はね、今回、出番がないような気がします。非常に蛾、ね、が強いメンバー、南、沢北、花道、森重、それをポイントアワードとして使っていく藤間、あこういう形ですね。 はい。続きましては D チームー、カカロットさんのチームですけども、ポイントガードに、えー、復活、そしてシューティングガードに愛知の星諸星ですね、スモールフォワード、仙道、そしてパワーフォワードに延べで、センターに赤木、そして、えー、この宮城と岸本、えー、復活があるのに宮城がとあ必要かなとは思ったんですけど戦略で非常に納得しました。 はい、えー、宮城とね、岸本、不活と延べとをチェンジすることにより、非常にスピードのあるバスケットができます。スピードスターの宮城をポイントガードに入れて、えー、ラウンドガンの申し子ね、岸本。そう、岸本はね、キャラクターのせいで、えー、非常に好感度は低いですが、大阪大会で、えー、得点ランキング2位の実力者。相当高い実力を持っているプレイヤーです。 えなので、復活がポイントガードでね、じっくり攻める戦い方と、宮城と岸本を投入してスピードを使った戦い方、これは非常に D チーム、戦力の幅が広くて、そして守備要員に長谷川ということですね。えすべてのメンバーがいい形で使える、とてもいいチームだと思いました。お互い守備形態に関しては書いてませんが、やっぱり勝負の見どころといえば、 はい。エース対決。このスター軍団でも、やはりエースは沢北でしょう。そして、対するカカロットさんのチーム。ここも、テントリア。はい。エースという主軸は、諸星と仙道。こうなってくると思います。沢北対仙道を、この二人、純粋にワンワンワンすれば、やはり沢北に部があるでしょう。ただ、今回、戦うのは、チームとしての戦い方。三能にいる沢北ではなく、両南にいる仙道でもありません。 なので、えー、沢北は何が何でも自分のところで点を取らなに、行かなければいけないという状況でもなく、仙道も、両南の時のように、えー、仙道以外にもお、すごいプレイヤー、諸星いれば赤木もいる、そして、えー、岸本もいる、えー、深津もいる、いろんな戦い方ができます。 その仙道と沢北、一度ボールを持ったら離さないというようなタイプですよね。その仙道と沢北が戦うことになれば、正直、周りをうまく使える仙道、こちらに僕は部下あるんじゃないのかなと思います。でも、やはりこの試合は当然、もつれますね。C チームも D チームもスター選手揃いなので、もつれますが、そうですね。最終的にチームワーク。 というかね、ファールトラブルが怖いのと、ちょっと画の強いプレイスタイルが多い。もちろん、いい勝負はするものの、ここは、74対80。D チーム、カカロットさんのチーム。勝負の決め手としては、攻撃の幅の広さ、チームバランス、連携が取れそう。他種にわたる攻撃方法がある、カカロットさんのチーム。 1> 1枚上手なんじゃないのかなと思ってまあ非常に悩みましたがあ74対80で、D、チームを決勝進出にしてみたいいいと思いますはい、ではいよいよ決勝戦 A チームの1228カズさん対 D チームカカロットさんの試合を考察してみようと思います。はい、カズさんのところは土屋三井松本花形川田兄ですが後半には川田兄がスモールファードに入って魚住をセンターに持ってくる というような形で戦っていきます。そして、ポイントガードの枠には、あウエクサシューティングガードの枠には板倉と、数分ですがあ、入れることによって、えー、全体のスタミナをカバーするというようなあ戦い方。そして、えー、同じく、かかツさンちも、深津、諸星、仙道、延江、赤木、そして宮城とお岸本があ入ると。はい、そういうような形で戦ってくる。はい、A チーム対 D チーム、考えてみました。 はい全く本当分かりません。分からない。本当投げ出したくなるようなぐらい分からない。はい。ですね。しかし、どういうような展開か予想していきます。お互い前半の序盤は土屋のパスワーク、不活のパスワーク。僕はタイプ的に割と似てるんじゃないのかと思います。どっしり腰を据えてパスを回しながら、要所では自分が点を取っていく。どっちのポイントガードも頼りになる。 腰の座ったポイントガードだと思います。そしてシューティングガードですね。はい。諸星対三井。 えー、諸星自体はね、実際に実力のほど、どういったプレイヤーかというのは、あほとんどわかりませんが、スラムダンクのキャラクターの中でも、もトップクラス、えー、マキや、センド、こういったクラスとお、同レベルのスコアラータイプだとお判断して間違いないと思います、えー。それほどのプレイヤーのつもりで、僕はあいつも考察しております、えー。そして、スモールフォワードに関しては、松本。はい。それに対するは、センドそして、後半は、なんとカーターに対、センドが実現します。 そしてパワーはですね。えー、花形対野べえー、センターに対しては赤木対川田兄。はい、原作ではね、やはり赤木。 川谷にまるで歯が立ちませんでした。コテンパンというような形容の仕方をしてもいいでしょう。それくらい川谷には全然歯が立ってなかった。そういうところもあり、赤木で攻めることは必要はまるでありません。点を取れるプレイはいくらでもいますので、まあ前半の展開からして、割と緩やかなスタート、土屋と復活が緩やかなスタートを切ると思います。 この A チームの特色として、他のチームにない特色としては、インサイドのプレイヤー、花形、カーターのシュートエリアの広さが目を引きます。この,の、延べと赤木、ちょっとね、腰の重たい感じのゴール下の門番たちを外に連れ出すような戦い方をして、まあ、インサイドで攻めていくような形が、この D チーム相手には望ましいかと思います。はい。対するカカロッツさんのチームなんですけども、 攻め方としては、カーター兄がいるインサイドではなく、スモールフォワード、シューティングガード、諸星、センドを使っていきたいと思います。相手はね、ゾーンですけども、インサイドまでは踏み込まず、ミドルレンジからの戦い方が主になってくると思います。はい。リバウンド争いですけども、カーター兄があー優れたプレイヤーだとはいえ、リバウンドに関しては、ノベも赤木も負けてはいません。 花形はむしろちょっとリバウンドが弱いくらい。あの花道に対してね、えー、全然歯が立たなかった。もうちょっとリバウンドが弱いイメージすらあります。2対2のリバウンド力は互角と思います。そして A チームの特色として強みは花形、ーカータ田ー兄のシュートエリアの広さと言いましたが、D チームの特色として強みとしては、僕はやはり、えー、1回戦でも言った宮城、岸本。このコンビがいつでも入れる。ポイントガード、不活と延べ。 えー、この3のコンビと変えて宮城岸本にすることによって非常にスピードバスケができるというのはあものすごい強みだと思います宮城諸星仙道そして岸本赤木そしてスタミナに関してもこの宮城と岸本を使うことによってスタミナでの不安もないと思います一方 A チームもトータルバスケットボール魚津にも入れるし板倉植草も使っていけるタイプは違えどお互い非常に高いランクでのトータルバスケットを 展開すると思われます。はい。えー、前半は、うん、比較的ロースコアな展開で試合は進み、うーん、はい、僅差で、えー、前半を折り返す形をとります。そして、後半は、 川谷がスモールフォワードに入り、ウ住ズミがセンターに入ってきます。原作ではね、ウォズミね、赤木に結局叶わなかったですけども、今回、赤木は前半川谷と戦って消耗している赤木。そして後半ね、力を温存しているウ住。ズミ。はい、この差は結構大きいと思います。かなりセンターでものところ、インサイドでも、好勝負ができると思います。スタミナの面では、お互いのチーム、どちらも不安はないと思います。 非常にもう難しい考察どこで勝負のポイントにするかというところなんですけどもはい、えー、もう一気にいっちゃいましょうおずばり今回の考察勝負の決め手ははい、えー、宮城岸本深津諸星千道を持ちつつスローペースでも点を取りにいけつつ 速いスピードバスケ、宮城、諸星、仙道、岸本でもできる D チームが後半、少し速い展開に持っていき、はい、お互いね、A チームも D チームも1巡目から8巡目のプレイヤーをフルに使える、はい、その結果、あ僕が導き出したあ勝負としては、わずか2点差。もうここはね、どっちに転ぶかわかりません。わかりませんが、 今回の僕の考察としては、非常に良い,いチーム構成だと思います。カカロットさんのね、D チーム。ここを優勝のチームとして考察してみたいと思います。このドラフト会議非常に難しいですね。スター選手がまんべんなく揃うので、コーツが本当につけづらい。 なので、もう本当、その時の気分とか、その時の自分の考え方次第で、この考察は変わってくると思いますが、宮城・深津、諸星・仙道・延べ、岸本・赤城、はい、守備要員の長谷川、はい、この8人に全て使った戦い方を見せる D チームのかかとさんの勝利として見ようと思います。 はい、こんな感じで、今回初のライブ配信、ドラフト会議の優勝は D チームのかかろうとさんにしてみようと思います。 はい、非常にねいろんな意見があると思いますけども個人的な考察でこんな形にさせてもらいました、はい、監督応募してくださった皆さんそしてライブ配信にねしてくださった皆さん本当にありがとうございましたそしてお知らせもちろんご存じの方いらっしゃると思いますけども僕と同じスラムダン考察チャンネルというのをやっていますとしおさんという YouTuber の方いらっしゃいます僕と同じスラムダン考察なんですけども えー、そのトシさんとね最近僕はの交流を持っていましてぜひえ何かね今後おコラボレーションをやれたらいいなというような話をしていますはいチャンネル、えー、概要欄にも貼っておきますのでもしこの見られたことない方いましたらぜひトシさんのチャンネル見に行ってくださいえ僕のね再生回数なんかより全然すごいユーチューバーさんなんでね そして僕と違ってかなり適切な解説をされる YouTuber さんです、はい。よかったらこのトシさんのチャンネルもおのずに行ってください,、はい。ということで今回はドラフト会議の激闘編の結果になりました。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。